どうも太蔵です。1年越しの出会いということで、今日はですね、僕の番組に S 君が遊びに来てくれました。紹介します。 S 君です。今聞こえなかった、多分小声でどうもって言ったんですよ。テロップで、そうテロップでここにね、どうもって出てるの。喋ってますよちゃんと。あのね、僕と S 君の出会いは1年前で、何がきっかけだっけ？ツイッターでした。ツイッターがきっかけだ。そう、ツイッターきっかけで DM 飛ばして、飛ばさせていただいて、それでからですか？うん、LINE 交換したよね。あれいつですかね。でも LINE 交換して結構時間経った気がする。そうです。僕が S 君と初めて会っていろいろ話をしていこうと思ってるので、よろしくお願いします。それではスタート。すごいテンションの明るい音楽が流れてる。え、なんかあったらさ、やってみたいこととかある？はい、もう一度お願いします。胸こういうやつですか？もみしもみしなくてこと。いらっしゃった。やば、すげえ。筋トレしてます。どのくらいやってるかな。結構ここと真ん中と下とあと横で、メニュー、そう、もうこれ、あとここの真ん中だから、胸のトレーニングをするときに場所がめっちゃ違うんですよ。胸のトレーニングのときって上だと、ま、この真ん中で、あと下、あと横、もう本当に多分部位ごとにトレーニングが違う。だから2、3日前にやったのは、真ん中のところをこうやってこう引き締めるトレーニングと、横のラインが綺麗に出るためのベルトでこうやるやつと、オス太蔵。それではここで太蔵クエスト。今年一番欲しいと言っていたものは次の3つのうちどれでしょう。1番、ゴーグルマンのコスチューム。2番、彼氏。3番、新しい筋トレグッズ。さあ、この3つのうち僕が一番欲しいものはどれでしょう。それでは正解です。正解は S 君に言ってもらおうと思います。2番の彼氏。ピンポンピンポン、なんで分かったの？話してたから正解です。さすが S 君、よく見てるね。はい、ということでですね、ここで今日のゲスト S 君に早速好きなタイプについて聞いてみようと思います。イエーイ。ぶっこんできたなって思ったでしょ。ぶっこんできた。え、好きなタイプは自分が、ちなみに今日はカフェオレ。あ、ごめんね。なんか自分が細いんですよ、体が、うん、だから自分より細くない人がいます。ムチムチがいい。でもムチムチでも何でもいいです、鍛えてるから。あ、じゃあ筋肉好き。そうです。え、いつからさ、男がいいなと思ったの？高校2年の時？はい。なんか先輩がいて、でその人かっこいいなって思ったのが最初でした。へえ。告白とかしたの？何もできない。ただ普通の友達ってか先輩だったんで、で
仲良かったんで、ただよく遊ぶ。今も？今はもう全然連絡取ってない。あ、そっか。そのシーズンはってことだよね。あ、そうです、そうです。あ、わかる。片思い、胸の苦しい片思い僕も経験があって、まあ、片思いで終わったけどそうなんだ。で、その後は高校の時に、あ、男好きかもって思って、でも今は両方、両方一人今気管にコーヒーが入った僕のカフェオレが気管に入った今大谷選手ね、つまりね。そうです、両方いけちゃうよって。え、比重的にはどっちなの？6-4で女。じゃあ 4割は男。うん。え、タイプはさっきの筋肉質。顔は？顔はメガネじゃなくてデブじゃなくて、わかんないです。なんか芸能人で言ったら、芸能人だったら一番いいのは真剣佑です。あ、真剣佑ね。はいはいはい。クリ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 してる人最高あれが一番最高。へえ、そっか。真剣佑だったら比率は変わる？真剣佑ともしあれだったらもう変わりません、ね。何パーセントずつぐらい？73になるの？一気に変わる。真剣佑だったら、真剣佑だった場合は 70% 男で 30% 女になる。真剣佑に限る。限る。あ、限定です限定ね。あ、そういうことね。だから通常は 60% 女 40% 男だね。そうです。真剣佑に限っては 70% もしかしたら全部100% じゃあ真剣佑がもしさ、もうエツ君結婚しようって言ったら、もう、でもそれは考えます。考えるの、うん、分かんないです。分かんないよね。分かんない。でもその場合なんないか分かんない。ドキドキしすぎてさ、それどころじゃないよね。多分そう、もう分かんない。もう将来を真剣佑と共にだよね。もうそうしたらもう最高ですよね真剣佑は。そうまずは友達になって、まず目がクリクリしてるのがいいんだね。動物みたいな感じ。そうですね。そういうことね。リスザルみたいな。リスザル。リスザル。オスザルです。今おいって多分ツッコミ入った。確かに。僕の場合は何割になるの？5、5、6、4ぐらい。6、4ぐらい変わるの？あ、それはちょっと上がるの？上がります。あ、僕は上がるみたいですじゃあ人によるんだね。そうですね。自分も女にタイプとかなくて、好きになった人が好きみたいな。でも男の場合は好みがちゃんとあるんだよね。うん、さっき体もそうだしそうですね。なるほどね。え、困ってたこととかある？その気持ちがさ、僕ね、病気かな僕って思ったことがあって、なんか頭おかしくなったのかなって。今もおかしいんだけどなんかその時に、なんで男の人が興味持つんだろうと思った時、頭おかしくなっちゃったのかなって思ったことあったの。その時は大丈夫だった？その時は何も感じなかったんです。別にいい、好き。うん、そうですね。でもこれは多分なんか人に言っちゃいけないんだろうなっていうのがありました。あー、心の中を。そう、うん、そう。今ってさ、ゲートもいるの？ゲートもいます、ね、僕でしょ？そう、うん、それじゃあ僕以外の人まあいます、います。その人は喋れるの？喋、うん、れます。じゃあいいね。え、今日太蔵と会ってくるとそれは言えてないです、うん、でもその人僕のこと知らないしね。どうなんですかね。もしかしたらツイッターをフォローしてるかもしれないし、わかんないです。そう、そうなのね。うん、じゃあ彼氏、男の恋愛はないんだね。ないです。そっか、ゼロ。ゼロ。もしかして僕が初めて。ドキ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 そこ突っ込んで、ちげえだろ。じゃあ多いって言う、うん、そう、多い、違うだろ、お前じゃないだろうみたいな。はい、ということで今日はですね、1年
越しを1年の時を超えてやってきたゲスト S 君とおデートをしていろいろとお話しするという内容でした。以上です。お疲れ様でした。